さて今採用にいるんですけど、武器が3から4になってて、このあたりもね、なんか2個ぐらい手に入れましたね。うん、っていう感じかな。はい、それじゃあ行きまーす。海馬のメダルを使う。さあ、ボスですね。海馬。二足歩行の、なんかこう、羽が生えてる悪魔系が出てくるのかな。つこう。あ、そうだよね。炎だし。あー、なるほど。スルトみたいなのが出てくるのかな。いやー。帰る道を塞がれたよ。あー、大きい。想像以上に大きいです。これも登る系かな。ゲラルディ戒めの図解。あ、これ登るんだ。はっわー、ジャンプ。今のジャンプ。あー、これやるのか。あー、で腕が取れるんだ。ジャンプ。わーい。ああ、おい。ああ、当たっちゃったの、今の。わあ、わあ、わあ。いや、面白いよね。よく考えたら、ジャンプこのね、ああ、今の合わないな。このね、これ強くて好き。顔がきて。しかしスキルを使うタイミング難しいな。ここで使って、お、いいんじゃない。お、やりました。久しぶりにちゃんと初見で勝てましたね。この子も災難に。だって足がないっていうことなのかな。ずっとここに囚われてたんだ。さあ、この地帯が終わりっていうことですかね。じゃあ次は風、水、炎と来て、おっ、ようやく来たか、貴様。戦うの。構えろ、トールファクト。あの時は油断していたが、もはや僕に迷いはない。ファクトの継承者としてあんたに引導を渡してやる。その力、サウルトバと会ったようだな。わかるんだな。しかし授かったにしては馴染んでいないように見える。なるほど、強引に奪ったというわけか。わかるんだね。そうまでして手に入れた力、お前は本当に納得しているのか。めちゃくちゃ分かってようなこと言うじゃん。うるさい。今さら兄貴面するつもりか。裏切り者のあんたに説教される筋合いなんてない。ふふ、そんなつもりはない。だがな。な、己で納得していない力など、所詮うつろなまがいものでしかない。今のお前では俺に勝てん。絶対にな。あー、まあね、追わないの、ゆうごくん。動けない。絶対に勝てないだと。バカな、そんなことがあるものか。僕こそがファクト家の正統継承者、ユーゴファクトなんだぞ。いいだろう、トールファクト。あんたのその言葉、すぐに誤りだと証明してやる。首を洗って待っているがいい。なるほどね。まあ追ってもいないんだろうな。ユーゴくん何歳なんだろうな。あ、次砂なんだ、砂漠地帯。なるほど。曲がまた変わって良きですね。今回は高く飛べる系のアイテムになりそうだな。
エビルリングを手に入れました。魔物によって作られた呪いの腕はすでに力は失われているようだ。これはめたらなんか人から魔物に見えるとかそういう感じになりそうですね。あ、セルセトの飛躍使うの忘れてた。で、あとこれリラの貝殻使うの忘れてた。しばらく使ってない。レア様の行方はまだ誰もつかめていないようです。ご無事でいらっしゃるといいのですが、何か手がかりを見つけたら報告をお願いしますと。なんかしばらく変わらなそうなセリフだね。あと大理石の鍵を手に入れました。大理石で作られた光沢のある鍵、モクサの領域で手に入れた。なるほど。あとさ、ここにハンマーあったんだよね。あ、そっか、薄く乗ってるのか。あ、薄く乗ってるわ。薄すぎんなんかこう使ったものがなくなるから寂しいなって言おうと思ったんだけど、薄く残ってた。あとロダの実も手に入れたかな。うん、そのぐらいかも。では引き続きいきます。で、大理石の鍵を使うと、これはいよいよ来たんじゃない。ジャンプ系のやつが2段ジャンプができる。金のブレスレット体の奥から力が溢れ出す。ユーゴはブレスレットから力を得ることで2段ジャンプが使えるようになった。はい、来た。2段ジャンプ、以前は届かなかったため諦めた場所から新たなルートを開拓。ユーゴは下突き攻撃。あー、へえ、なるほど。確かに。おお、ほんとだ。やっぱさ、2段ジャンプってさ、なんでできるんだろうねけど、あのラクリモサオダーナの時もそうだけど、2段ジャンプできるようになってからのさ、あと飛躍的にいろんなところに行けるようになるっていうね、こう勢いよく行けっていうやつだった。先に言って風のやつでなんとかできないから。これ、あ、行けるじゃん。よし、で、待って、風のやつ逆に難しいどういけばいい。風のやつを使っても2段ジャンプは1回しかできないから、こうしてこう。おー、ナイス、いいね、ルビー。またセルセタの飛躍を見つけた。これ何個目なんだろう。で、ここが行けるようになり、このルーに話しかける。で、今セルセタじゃなかったロダの実を持っているのであげます。はい、よほどお腹を空かしてるみたいだな。ほい、どうぞ。エルダーシューズ、まさかの防具をくれた。これどこで拾ったの。ふふ、すまないな、ありがたくいただいておくぞ。どういたしましてなの。エルダーシューズ、上級魔法師が身につける靴、風の結界が流砂による束縛を解く。あ、でもそっか、やっぱそういう場所によって防具を変えたらいいっていうやつなのかな。あなたはユーゴファクトですね。あ、もしかしてレアさんだってたりする。あ、しますね。なんかレアさんの方がおとなしめに見えるんだけど、気のせい。なんかイース12だとレアさんの方が大人っぽいなって思ったんだけど、まあ、私の主観か、ただの。レア様、探しましたよ。一体どうしてこんなところに。それにやはり黒真珠はあなたたちが。どうやら囲まれたようです。え、おお、よくわかったね。その、浮いてるやつが黒真珠。こいつら来ます、気をつけてください。あ、一緒に戦ってくれる。このモンスターさ、不死身なんだよね。倒れても生き返る系のゾンビなんだよね。そしてレアさん別に戦ってくれなかったわよし、これでなんとか。
やもう結構何回か戦ったことあるよ、ゆうごくん。こいつら。大丈夫です。任せて。お、なに？なんだ？おお、消し飛んだ。今のは？女神の力が込められた魔法具といったところか。ふふ、なんとかなりましたね。え、なにそれ？全然見えなかったけど、銀のハーモニカとか。しかし、よく無事にここまでたどり着きましたね。私たちのために本当に申し訳ないことをしました。いや、ほんと一言言ってほしいよね。僕たちがこの場所にいる理由をご存知のようですね。ええ、ある程度は。フィーナが捕まってしまったこと、そしてトールが敵側にいることも分かっているつもりです。リオ様は確か我が愚兄と面識が終わりだったと聞きます。もしや兄が裏切った理由をご存知ではないでしょうか。知ってそうだな。ファクト家から感動された身の兄とはいえ、身内の不始末は不始末、必ずやこの手で討ち取る覚悟はできています。ですが兄の性分として単純に裏切るとは考えにくい。やはり敵の手に落ちた時に魂を取り込まれたのでしょうか。あー、ごめんなさい。トールの事情についてはおおよそ見当がつくのですが、この場で言うわけにはいきません。彼の名誉に関わることですから。なるほどな。ですがこれだけは言えます。あなたのお兄様は決して誇りを失っていません。その覚悟のあり方が正しいかどうかはともかく、自らの信ずる道を進んでいることだけは確かです。それだけは信じてあげてください。なるほど。敵側に寝返ってまでこの世界を救う系の何かなのかな。ユーゴ、何をおっしゃるかと思えばバカバカしい。失礼ですが、レア様たちはあまりにも隠し事が多すぎる。いや、ほんまそれなんよな。その黒真珠にしても、六神官にすら理由を明かさずに持ち出したそうではないですか。一体あなた方は何を考えていらっしゃるのか。決して誇りを失っていない？自らの道を進んでる？信じてあげてくれ。あいつのどこを見たらそんなことが言えるんです？あなたは魔物になり果てたあいつより僕が劣ってると言うんですか？あー、いや、そうは言ってない。そうは言ってない、ユーゴくん。ユーゴ、あなた、いや、取り込まれないでね、ユーゴくん。あなたたちに迷惑をかけたことは本当にお詫びのしようもありません。できれば私も詳しい事情を皆に説明できればと思っています。ですが今はその時間がありません。これを。なんだ、鈴っぽい。銀の鈴。もう受け取る前からアイコンでなんか刺しちゃう。銀の鈴を受け取った。これは、それがあれば死の安息を許されない哀れな魂を救うことができます。へえ。本当は私たちで任せて、私たちに任せてサルモン神殿へ戻ってほしいのですが、今更収まりもつかないでしょう。せめて無事に戻れるようにくれぐれも気をつけてください。レアさんの方がなんかこう現実的というか割り切るね。ユーゴは半ば呆然としながらリラの貝殻を取り出した。ユーゴさん、エオリアです。今よろしいですか？ええ、大丈夫です。何の用ですか？フィーナ様が囚われていると思われる場所が分かりました。塔の外壁の中庭から突き出たラドの塔という場所だそうです。また囚われてる。あ、でも E1 の時はレア様が自分で囚われに行ったぐらいな感じだったか。ラドの塔。一体どうしてその情報が。確かに騎士団の方々がトール殿から教わったそうです。それは信用していいやつですか。
どうする、ユーゴくん。その後トール殿は姿を消してしまったらしく、その意味では真意のほどは定かではありません。その兄が完全に寝返ってないだったら、まあフィーナ様は助けてほしいっていう感じなんかね。わかりました。今僕がいる場所からそれほど遠くはなさそうだ。至急その場所に向かいます。あ、その騎士の方々も急いでそちらに向かうそうです。できれば協力して。それは状況を見て判断します。足手まといの騎士などいたら手遅れになるかもしれない。それでは。ユーゴさん待って。ユーゴはリラの貝殻をしまった。くそ、どいつもこいつも勝手なことを大丈夫っすかまあいい。どうやら女神たちが何かを隠しているのは確かのようだ。隠してるっていうか、今だから時間がないし言うべき時ではないんでしょ。フィーナ様を解放したら何としてでも聞き出してやる。おい、ユーゴくん、わしは君が心配だよ。銀の鈴しておきましょう。あ、銀の鈴、女神レアから預かった魔法具。その涼やかな音色は死の安息を許されない哀れな魂を救うと。さあ、では引き続きいきますか。まだまだ、あ、なるほどね。この子が、おお、やっと死体が、すごい勢いでくるじゃん。やっと死体が、あの安息をもたらしてくれましたね。これ何、ヒル、ま、めっちゃ痛っだいぶ進んだとこなんですけど、あれは曲変わった。あー、ラドナとすごい綺麗。あれがラドの塔。あそこにフィーナ様が囚われているというわけか。かなりの邪気を感じるが、騎士どもが来ると言っていたが待ってられるものか。僕一人で何とかしてみせる。うわー、フラグー生きて遊牧。おお、よきよき。じゃあラドの塔攻略開始ですね。と思ったけど、ボスなんですね。後戻りはできない。罠か。ふふ、よく来たわね、ザバ様。完全にカゴの中の鳥。お前は。あの時はろくに挨拶もできなくてごめんなさいね。私くしの座はザバ、偉大なるダルス様の右腕にして闇随一の女魔道士よ。あ、闇ってそういうこと。ダルスも今もいるんだね。長生きだな、ダルス。それがお前たちの狩猟の中。ええ、とっても素敵な方よ。それにしてもまさか悪魔の回廊を越えてここまでたどり着くなんてね。お兄様にあっけなくやられた時はとんだ未熟者と思ったけれど、さすがファクト家の後継ぎといったところかしら。お前たちごときよそ者がファクト家の意向を口にするな。それとあんなやつを兄呼ばわりしないでもらおうか。僕にとってはもはや討ち取るべき対象でしかない。あら、気が合うわね。実は私もあの男のことをあまり好きになれないのよ。あ、なんか魔物を倒すって言ってたよね。せっかく召喚した魔物を倒してその力を奪うだなんて。あ、そっか、奪ってんのか。ダレス様のお許しをいただけたら、なぶり殺しにして引き裂いて魔物の餌にしているところだわ。なるほど。冗談よ。冗談が通じないところは兄弟そっくりだけれど、反応はあなたの方が可愛くって私好みだわ。ざれ言はそのくらいにしてもらおうか。来ないのならこちらから行かせてもらうぞ。ファクトの目、なかなか素敵な魔道具ね。正直イースの魔道具はどうも好きになれないけど、その魔道具だけは私たちに近いものを感じるわ。何何、ザバ様が戦うんじゃなくって召喚した魔物と戦うのね。
エポナに貸したものよりもはるかに強力な子よ。さあ、あなたの真の力、私に見せてごらんなさい。なるほど、ザバ様は召喚系の人だから、 E3 の時のザバ様も、この曲なんかめっちゃ聞いたことあるんだけど、 E3 なのか、そもそもじゃない、 E312 で聞いたのか。あー、これあれか、 E31 の一番最初のボスってことじゃない？なんかこの攻撃の仕方といい、見た目がっぽいな、確かに。へえ、いや本当面白い、そういうなんかこう、やってきたことが目の前に現れるの私何なの知ってたっけ。ダマ様が召喚系の話、召喚系の人だから E3 の時にコウモリ召喚して戦ってたんだねって言いたかったんで。なるほど。多分 E3 の一番最初に神殿に入ってすぐのところで戦ったボスだよね。なんか本人はあまり何もしてこないね。曲は私どこで聞いたんだろう。なんかサントラを買ったんですよ、1、2のクロニクルズ版の方聞いてはいるけど、なんか新曲なのかどうなのか分かんなくなる。でもこの曲は過去に聞いたことあるな。うふふ、ご苦労様。貴様、思ったより、あ、じゃない、思った通り、あなたはとても面白い子だわ。その力と魔法具の使い方、私たち闇に近いよね。ファクト家がそういう感じっていうこと？え、だってイース1のさ、あの子ラスボスもさ、ファクト家の子なんだよね。そして何よりも魂のあり方がとても似ている。力を湧くことなく追い求め、孤独な闇にこそ安らぎを感じる。危うすぎるよ、優吾くん。心当たりあるんじゃなくって？いずれザレス様に紹介してあげてもよくってよ。あなたならお兄様よりもよっぽどいい仲間になってくれそうだわ。なるほど。ま、待て。心配でおわしは。僕があいつらに似てるだと？ふざけるな、何をいい加減なことを。まあいい、あんな女だとどうでもいい。おそらくフィーナ様はこの上に囚われているはず。先に進むぞ。このユーゴくんの終着点はどこに行くんだろう。そう、さっきさ、キャラクター一覧見てたんだけど、ユニカが乗ってて、で、かつ、待って、神官トバの家系に生まれた天真爛漫な少女。魔法の使えない落ちこぼれだが、女神に対する強い狂愛の念から、あえて神殿騎士に志願し、捜索隊にも強引に参加したって。サウルトバって剣くれた人、ユニカの父親なんだって。これってね、で、神殿騎士団の団長を務めた人物。懐が深く、自己犠牲を厭わぬ精神の持ち主。サロモン神殿浮上の際、魔物を引きつけるために地上に残り、その命を落とす。だよね。なんか光属性と闇属性系の主人公たちの話になってるってことなんかね。私は今から、最初から闇方面やっちゃってるけど。いやー。闇落ち系ね、好きっちゃ好きなので、ここからユーゴくんがどういう選択をし、どういう結末を迎えるのか見届けたいですね。螺旋階段の先、あ、ここってさ、あれじゃない、
魔物の姿にならないと開けられないんじゃない？確か持ってるよねそれね。な、すごい鬼面の扉。これはとてつもない邪気を感じる。そうか、先ほど感じた邪気はこの扉のものだったのか。おお、く、思った以上に強力な封印だ。おそらく女神はこの奥にいるはずなのに。私もなんか分かってるよ何をおじけついてる。ユーゴファクト、この程度の封印、父上の障壁魔法シールドに比べれば慈悲にも等しいはず。それを破れぬようではファクトを継ぐ資格などない。ましてやあいつを倒すなど。力を行使してやる。いけるのか。さあ行くぞ。3つの神具の力を喰らい極限まで高めたこの魔力、そのすべてを叩きつけてやる。おお、いやびくともしてないね。あ、いや、あ、待って、カウンター来ない。大丈夫。あー、カウンター来てる。かは、大丈夫、大丈夫じゃなくない。大丈夫じゃないね。ユーゴよ、愚か者が。周りから才を認められたくらいでよもや舞い上がっておらぬだろうな。子犬のように褒美をもらって王を振る輩などファクトには必要ない。認められたくば力を、そしてお前の兄を。